こんにちはでございまひ。ただいま、石の橋のための募金をしておりまひ。目標の16,800円じゃない。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月4日土曜日の午後5時19分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日の音楽番組、どなたかご覧になりました？お気に入りのアーティストがたくさん出演していたので、最後まで口ずさみっぱなしでした。え？ M ステのこと？はぁ、私ったら個人的なテレビの感想なんて、すみません。それでは本日も良い一日をお過ごしください。あつ森の世界にも M ステが。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。なんだ？スマホが鳴っている。なになになに？もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、16,440ベルをお口座に振り込ませていただきました。あ、そういうことか。あれ、電話かかってきよったっけ、前回も。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。了解です。いちいち言ってくれなくてもね、スッと振り込んでくれとったらいいんやけど。あ、ジャスティンから。釣り人アイナ様。オーダーしてくれていた土壌のオリジナル模型が完成したので、早速お送りします。君の釣りライフがますますハッピーになりますように。イケてる魚コレクター、ジャスティン。イケてるいらなくね。たぬきマイレージプログラム。あ、そっかそっか。え、何頼んだっけ、私。なんか、公園関係のものやったような気がする。とりあえず、ちょっと。土壌の模型。おー、なんかいいね、いいね、いいね。かわいいね。んで？スプリング遊具か。あ、そっかそっかそっか。あの、馬みたいな形のやつや。なるほどね。あ、ちなみにこの、桜の花びらが10枚集まったんで、ちょっとあの、しずえさんにもらった、お花見キット的なものを作ろうかと。ちなみにね、動画外であの、卵を集めよったら、あの、岩の卵を集めた時に、この岩の卵の服を思いついた。これもしかして全パターンある感じなんかな？前のやつ私葉っぱの卵やったんよ。全パターンありそうやね。やば。え、で？あ、これや。お花見セットー。いいね。めっちゃいいやん。よし、これを。でさ、あの、ラグとかも外に敷けるんかな？やったらさ、レジャーシートみたいにできることない？お花見セットができた。で、ラグの上にも多分置けるよね。この辺でお花見しようっと。お花見セット。あー、いいね。いいね。もうちょっと鼻の下ら辺で。レジャーシートも欲しいね。一応なんか下にシート引いとるけど、もうちょっとなんか動物たちがさ、座ったりできるぐらいの範囲のレジャーシート欲しくない？あ、でもかわいい。よき。あ、でも公園。どの辺にする？なんかこの辺にしたいなって思うようんやけど。まあ、とりあえずで置いていっとこう。まあ、後から色々また変えるとして。この辺に公園を作りますよっていう目印ね。あ、違う。持っとった。これ乗れるんかな？乗れんか。ん？乗れん？あ、乗れん。乗れんかった。あっちの方に色々と作っていきます、私。何してるの？川眺めて。お前も座りたいって？へへ、ここはオイラのお気に入りだから、今はダメだぞ、でっさい。ずるーい。でも、ああいうなんか地べたに座り込んどるのめっちゃ可愛いよね。いい感じ。待って、ここに、光る地面が。あ、違う。微妙にずれてる。は。あ、そういえば、振り込まれたお金をちょっと取り出しに行かなければ。はい、埋めます。ふぅ。次々と、ベルの鳴る気が。まあ、助かるよね。ちょっとお金が足りんと思ったら、ATM に下ろしに行く感覚で、木を揺らせばいいけん。もうなんか二人とも、掃除が大変そうね。んと、なんかあるかな。青いフラワーフローリング？
やった、フローリングとかあった。イエーイ。さあ、そして、タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。お、150マイル。さあ、そして、ちょっと ATM で、引き出し。とりあえず、持てるだけ、全部引き出します。よし。OK。んと ?1、10、100、1000万、10万。19万8000ベルか。全然足りんね。びっくりするぐらい足りんね。ご利用になりたいサービスをお選びください。いや、あとはもう大丈夫です。はい。走ってどれぐらいあったっけ、金額。今あるので、立てれんっけ。なんか1万9000なんぼとかじゃなかった。気のせいかな。ちょい待ってね。お、木の枝。ハニワくんやこんにちはでございまひ。ただいま、石の橋のための募金をしておりまひ。目標の16,800じゃない。16万8000ベルやった。なるほどね。結構あるんや。374ベル?全然やん。やば。またにします。でもまあ、なんか、何気に、なんか、木がくっついてるんですけど。何気に、寄付はしてくれよる人はおるんやね。なんとなく、あ、ごめん。めっちゃ普通に叩いてしまった。やっほー。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店、ようこそ、ようこそ。家にあるウォーターサーバーと同じような。今日は特に欲しいものないなぁ。ってことは、まあ、壁と床かな?はい。今日は、そうそう、パチンコも欲しいんや。はい、パチンコください。オッケー。んで、あとは、イエローストライプ、ピンクの花柄、白いホール。とりあえず、イエローストライプを、はい、買っていきます。でもなんか自分が何を買っとるんだか全然なんか、忘れそうな感じが、すごくするんだけども。ありがとうございました、マスター。よし。お、いたいた。まあ、魚魚っていうか、卵卵。これどれぐらい取ったら、思いつくんかな?種類によって違うんかな?さあ、来い。おいでおいで。はい、来たー。え、なにこれなにこれなにこれ。え?びっくりした。え、これは、カサゴ?身のカサゴを釣り上げた。綺麗に毒があるから触ると危険。めっちゃびっくりしたんやけど、なんか鳥みたいなの釣れたと思った。超絶気持ち悪いと思った、今一瞬。ああ、びっくり。あ、なになに?リアクション使ってる?今日は僕のお気に入りのやつを教えてあげるよ。誰かに褒めてもらった時や、ちょっと恥ずかしい時にぴったりのリアクションなんだ。へえ、照れ。いいね。ほら、何も言わなくても嬉しそうだったり、恥ずかしそうな風に見えると思わない?この照れるを使えば、どんなに照れ屋さんでもバッチリだようでし。イエーイ。照れるなリアクションを教えてもらった。えへへ、かわいい。待って。リアクションを見て。ニコニコしてくれた。ありがとう。ん?あれ、今なんか、マイレージ溜まったかと思った。気のせいか。あれ?さあ、来い。ん、これは気づいてくれないパターン。なんで一回立って座り直したの?めっちゃなんか、一瞬立ったよね。来てよ、こっちに。でもなんか、仕草もう埋まったんやけど、これから枠増えるんかな?それともなんか、よく使うやつ、よく使うやつはなんかあえて表に出て、あんまり使わんかなってリアクションはなんか奥にしまっとけるみたいなのあるんかな謎。ねえ、ちょっと気づいて。ほら。これ絶対気づかんやつ。これで来るやろ。はい、来たー。これ多分卵。ほら。あ、空も飛んできた。ちょ。
ちょい待ってね。パチンコ。あ、これ普通のやつやね。あ、あれ？ちょい待って。よし、来たー。中身は、せいろ。せいろのレシピを覚えた。よしよし。いろいろとレシピが増えていく。嬉しい。ちょいと待って。よし。さあ、これは？ん？どこ行った？あ、これか。はい、来た！イースターのウォールクロック。新たなレシピ。イースターのウォールクロックのレシピを覚えた。さあ、これは作れるかな？何か作る。あ、作れる作れる、やった。空飛ぶ卵。作っちゃう。さあ、どうだ？イースターのウォールクロックができた。オッケー。さあ、それでちょっとあと、ベルもありがたいけれど、木の枝を。何が落ちた？あ、ベルか。ベルか。なるほど。なんか、また飛んできよる音が聞こえたような気がする。はい、釣り竿。オッケー。あ、ほらほらほら、来た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 。ちょ、待って、来たから。あ、今持っとった。お、これは？は。卵。お、来た来た。卵の模様をうまく活かしたら、DIY にレシピをひらめいた。これで多分服が作れるようになったはず。作ります。おー、いいねいいね。作れるし。全部卵2個でできるんかな。空飛ぶ卵の殻ができた。あ、でもやとしたら、1個足りんか。靴が作れない。待って、靴が作れない。靴は何個必要？空飛ぶ卵が2個必要や。お、これは全然気づいてくれないパターン。もうちょっと泳いで、もうちょっと。そしたらきっと見つけてくれるはず。お、来た。はい、発見。おっしゃー、卵。あ、思いついた。卵の模様をうまく活かしたら、DIY にレシピをひらめいた。ってことで、これで、さあ、作れるはず。DIY で何か作ろっかな。作りまーす。全部作れるかな？魚の、あ、絶対作れる。魚の卵めっちゃ持っとるやん。イエーイ、これでとりあえず殻ができて、靴。はい、魚の卵の靴。イエーイ、揃ったー。あ、新たなレシピじゃねえか。流れ着いている。これは幸せのラッキーボトル。拾ってくれた君に卵のレシピをプレゼントするよ。君のラッキーアイテムになるかも。ぜひぜひ作ってみてね。ラッキーバニーより。イースターのクローゼットを作れるかな？イースターのクローゼットのレシピを覚えた。あ、あれや。さあ、早くこっちへおいで。早くこっちへおいで。ほら、向こう側にも飛びようよね。はいよ。さあ、中身は。お、イースターのスツールどんどん増えてく。イースターのスツールのレシピを覚えた。あれも撃ち落としたい、私。あ、こっち飛んでくるね。さあ、来いよ。卵やった。めっちゃ普通に卵やった。今作れるやつあるかな。
DIY で、斧作るの多分石が必要やったよね。あ、イースターのクローゼット作れるやん。岩の卵か。はい、作ります。じゃーん、イースターのクローゼットができた。そして、もう一個はスツール、イースターのスツール。どうやってどこを開けるんやろ。これを作って、イエーイ。思いついたんじゃない？卵の模様をうまく活かしたら、DIY のレシピをひらめいた。よしよし。あと地面だけやね、レシピ。ちょっと待って、狸マイレージ。何？どれ？あ、これか。森のウッドカッター。お、3段階目来たやん。肩書き、切れ味のいいソルジャー、狸マイル、1000マイルゲット。イエーイ。イエーイ。はい、空飛ぶ卵の靴。あ、一個余分に取っとったんやね。はい、オッケー。で、次の一式作れるかな？これこれ、ウッディーな卵。あ、なんか作れ、ギリギリかな。ギリギリなような気がする。卵の殻と、卵の服。あ、いけるかな？どうだ？次多分2個とかじゃない？はい、これで、靴、あ、作れた！やったね！イエーイ！はい、ゲット。ってことで、あと、地面だけだ。地面、地面。なんかこっちの方は穴開いてなかったかな？さあ、ということで、もうなんか、地面の穴も、今日の分はなくなったっぽいけん。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でもあれやね、なんか、多分イースター関係の、外に展示しようと思ったんやけどさ、壁とか床とかも、まあ、あるんやとしたら、その期間中だけ家の中をそういう感じに、あれやね、保存機能とかあればいいのにね。